演歌界の王子様、辰巳ゆうとが昨年行ったデビュー5周年記念ライブの模様を収録した映像と音源を3月22日に発売することが決定した。今回収録したライブは昨年10月1日に東京渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで行った辰巳ゆうとデビュー5周年記念コンサートありがとうを届けたくて。ブルーレイ、DVD、CD の3種類で発売される。ライブ作品としては、昨年9月に発売した辰巳ゆうとコンサートに、礼日そしてこれからに続くにタイトル目となる。5周年記念のこの公演で、初チャレンジとなった太鼓を披露して、オープニングの幕を開け、デビュー曲、下町純情や、昨年のヒットシングル、雪月花な、と、2時間長にわたって、オリジナル楽曲から、ミュージカル、シティポップ、長編歌謡浪曲まで幅広いジャンルの楽曲と、ステージパフォーマンスを収録。さらに、特典映像として、当日の舞台裏を追った、コンサートメイキング、映像を収録し、辰巳の魅力がたっぷり詰まった内容となっている。辰巳はデビューからの5年間をぎゅっと凝縮したコンサートをより多くの皆様に映像を通じてご覧いただきたいですし、そして前作のコンサート DVD、ライブ CD と共に比較して楽しんでいただいたりと、ご自宅や好きな場所でコンサート映像、ライブ CD を通じて当日のコンサートの雰囲気を楽しんでください、とコメントしている。